こっちのところで僕が最初企画の説明して、で横井さん登場してもらって、あ、全然こんなことないですね。はい、さあ2セット目いきたいと思います。なんだったっけ、サマックス、スマックス、まあわかんない、なんかそんなようなやつ、ちょっと行ってみたいと思います。同じエア2キロだそうです。鈴鹿ツインさんのご協力で走らせていただいてます。おお、滑る滑る。これは温まりが悪いな。ちょっと滑るな、これ。いや、今ちょっと待って、ヘルメットの中で よだれ垂れちゃった。これ今温まったのかな。温まったのかな。ずっと滑る。タイヤのこの溶けた匂いもなんかね、ちょっとハイタイヤ感があるね。あの昔懐かしい匂いがします。これでも多分2周走ったんで温まったんだろうけど、まあさっきの1本目のやつがね、だいぶグリップあったんで、すごい滑るように感じますね。やっぱりもうこういうところもずっと横へ横へ行っちゃうし、鋭く振り返すとやっぱりこうケツが抜けてっちゃう、アクセルが踏めない感じですね。ここもそう、これアクセル入れれないんですよね。あ、失敗した、流れた。あと1本。練習するには、初心者が練習するにはいいかもしれないですね。温まった、よし次から行けるぞっていう感じにならなかったんで、もともと多分そういう、そこまでグリップを気にしてるタイヤじゃないような気がしますね。
よいしょ。はい、エアーは同じ 2.6。 はい、どうでしたか。タイヤが温まった気がしませんでした、ずっといや、なんか最初出てって、はい、まあ最初は滑るじゃないですか、はいはい、でこう温まってくるとぐわっと、あ、よし温まったっていう感じがあるんですけど、いつまで経ってもそれが来なかった。終始変わらず、変わらず。だから多分そういうなんか競技用タイヤっていうよりも本当初心者の練習タイヤみたいな感じがしますね。はいはい、ただ変にこうなんか剥がれたりも一応しなかったですし、うん、まあ普通にはドリフトはできるかなっていう感じです。あと面白かったのが、はい、ちょっと昔懐かしい、はい、こう古いタイヤの焦げた匂いがしました。あ、匂いちょっと違いましたね。匂いがなんかね、昔のこうハイタイヤで練習してた頃が懐かしく感じるこうハイタイヤの最後の方の匂いがした。お袋の味みたいな感じ。はい、そうですね。だからなんかちょっと僕的にはこう匂いでね、匂いで懐かしさを感じてちょっと良かったです。まあヨレとかももちろんグリップがないんで、はい、サイドウォールのヨレとかももう全くないし、はい、まあ、タイヤがすごい感じはするんで、まあ本当練習タイヤっていう感じでしたね。まあ、じゃあまあ初級の方が練習するのにちょうどいいような。まあそんな感じですね。はい。まあこれで長持ちすればね、全然いいと思いますし、はいはい、ちょっと一本ワンセット目と2セット目の差がありすぎて、はい、僕もちょっと動揺してます。1万円でもこんなに違うんだと。そうですね。びっくりしました。はい。はい、じゃあ次はですね、はい、こちらの難関 NS2。まあ、僕が昔 D1 で履いてたタイヤです。はい、はい、まあ、当時はねこれも最前線のタイヤでしたけど、今はもうどちらかというとストリートタイヤっていうかね、街乗りタイヤだとは思うんですけど、最近はこれ履いた、もう履いたことはもう全くないんで、当時履いてただけで、今は履いてないんでちょっと懐かしい感じなんで、逆にこう今風なタイヤとの比べるっていう感じが、はい、こう初めてなので、ちょっとどんなもんのこうレベルなのか、昔はこんなんだったんだっていうのを、はい、それがちょっと楽しみなんで見てみたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、溝、あ、でも同じぐらいのヘリかな。うん、でも長持ちはしそう。うん、こっちはもうなんだろう、グミみたい。こっちからすごい。でもこれ多分 D1 ダメですよね。ダメですね。これでダメっていうともう相当だな。そう。